4日間の材料費3500円で作る我が家の晩ご飯をご紹介します。簡単にできて子供も一緒に食べられるメニューです。
倍。ん？量。うどんはもちもちしてて美味しいらしい。麺が、なんかちょっと、なんかが食べやすい。ほん麺が、とろっとしてて、つるつるで、味は、なんかうどんの中で一番好きな味です、麺が。あ、よかった。あんまりね、嫌だって言ってたのによかった、気にしてくれて。